今年の舞台はここボートレース福岡です。 SG 第69回ボートレースメモリアル、全国24町の推薦による強豪たちの戦い。初日のラストカードはドリーム戦第12レースです。1号艇近畿代表馬場芳也、2号艇東海代表深谷智博、3号艇中四国代表片岡正弘、4号艇関東代表椎名豊、5号艇九州代表波戸直也、そして6号艇が石野貴之です。インを伺う1号艇馬場が人気の中心、昨年の MVP にして今年の近畿チャンプが8月連続優勝で乗り込んできています。1号艇の馬場引戦、そして2コース2号艇深谷智博、昨年はチャレンジカップで優勝してグランプリへ、今年もここからロングスパートに入りたいところ。3コースには昨年のメモリアルで劇的な SG 初優勝を飾った3号艇の片岡です。4コース角には4号艇の椎名豊、昨年オーシャンカップで優勝して久しぶりの福岡に SG ウィナーとして戻ってきました。5コースには地元5号艇羽野直也です。7月オーシャンカップはこの5枠で SG 初優勝、そして大阪は今年の賞金ロードトップを突っ走る6号艇石野貴之、1番2番3番4番5番6番と並びスタートしました。1コースから5コースまでがほとんど差のないスタートになっています。1番の攻防戦、逃げる1号艇の馬場芳也、さす2号艇の深谷、まくる3号艇の片岡、先頭は1号艇の馬場芳也が前にいます。スタートは前提正常でした。逃げた1号艇馬場が先頭に立ちました。2番手は2号艇深谷に、外から3号艇の片岡が追いかけています。これから2番手の旋回へ、まずはトップで回る1号艇の馬場芳也、続いて2号艇の深谷が回ってくる。3艇殺到しますが、かわした2号艇の深谷、2番手は2号艇の深谷智博です。上位2艇は1番2番、そして3番手に3号艇の片岡が続いています。現在上位3艇は1番2番3番の順。これから2周目1枠、先頭は逃げた1号艇の馬場、2番手で2号艇の深谷、3号艇の片岡3番手、先頭2番手若干詰まっていますが、先頭は1号艇の馬場芳也が守っています。2番手2号艇の深谷智博、3番手3号艇片岡正弘、その後ろに5番6番4番と3艇固まって2周2枠へ。まずはトップ1号艇の馬場、2番手で2号艇深谷、3番手に3号艇の片岡が続いています。ホーム直線コース上位体系は1番2番3番で少しずつ定番も開いてきました。4番手に5号艇羽野直也、その後ろは6号艇石野、4号艇椎名と続いて3周1枠です。先頭は1号艇馬場が逃げています。2番手2号艇深谷、3号艇の片岡3番手、3周バスも上位体系は1番2番3番、1区間3の組み合わせ、3連単ボッツ1番人気 7.4 倍です。このドリーム戦しっかり人気に応えたのは1号艇の馬場芳也です。ラスト端末をトップで折り返してきました。2番手2号艇深谷智博、3番手3号艇片岡正弘、ドリーム戦は1区間3で間もなくゴールです。先頭1番ゴーリン、2番ゴーリン、3番ゴーリン、5番ゴーリン、6番4番ゴーリン、以上前提ゴーリンしました。